時差式信号機とは、道路に設置される交通信号機の一種で、道路の上下方向により青信号を表示している、時間に差異があったり、赤信号に変わる時間をずらしている、信号機のことである、時差式信号機表示板を主に右折する車両の多い、交差点や連続した交差点に設置される、右折車線がある側の青信号の時間を延長する、 ことによって、渋滞の改善を図っている。後発式と先発式と右折車分離式がある。交差道路側に左折専用車線がある場合、自差作動中の間交差道路側は、左矢印で左折のみ、進行可能時間を延長する交差点も存在する。自差式信号機両方向の信号が、同時に青信号となり、右折車線のある方向の青信号が延長され、対向車線の信号は、 赤となる方式。一般的な方式である。右折車線がある側が先に青信号となり、対向車線は赤信号のままとなる方式。左折車線のある定時路で比較的多く見られる。自作式信号機全方向や矢印を点灯させる場合、並行する横断歩行者や軽車両の安全確保の観点から対向車線側が青に変わる前に、右折矢印のみまたは全。 矢印を一旦消灯させるものと、そのまま青にするものがある。この方式は、カーブなどで、見通しが悪かったり、交通量が多く右折事故が多い場所などに設置される。まず、自差作動側または非差動側は、通常通り非差動側が赤になると、自差作動側が青または全方向の矢印を点灯させる。右折車線に設置された、感知器で感知された場合のみ自差式となる。 時差式信号機ということを運転者に知らせる。表示板は各都道府県により違い、東京都、石川県では四角形の市松模様が描かれた時差式、他県では時差式、時差式信号、時差式信号機、時差信号など、多種多様である。また、時差作動信号だけに表示板を設置している県と、全信号に表示板を設置する県がある。岐阜県では、 青色あるいは灰色で自差式と書かれた表示板を使用している。大半の交差点は自差作動側、被差動側ともに同じ色の表示板が使用されているが、一部例外の交差点もある。この表示板は昭和時点で設置確認から2005年頃までに新設された交差点にて使用されている。また以前は自差式信号と黒字で書かれた 表示板も設置されていたが、後日の LED 陶器への更新によって、時差式と書かれた表示板に更新され、減少傾向ではあるが、二0 1九年現在でもごく一部の交差点に設置されている。二0 0 6年から二0 1六年に新設、LED 更新された交差点は、線で囲んで、時差式と書かれた表示板に変更された。また、二0 1七年以降に新設、 更新された交差点は再び表示板が変更され青色の太字の丸ゴシック帯の自差式表記に変更されている。設置位置は2005年までに設置された交差点と2017年以降に新設。更新された交差点は信号陶器の上あるいは下が多い。しかし2006年から2016年に新設。更新された交差点は 信号等機の横に設置されるようになっていた。関応式信号と併用される場合、兵庫県では自差作動信号に自差式信号、関王側に感知式を設置しているが、奈良県では関王側に自差信号と押しボタン信号の両方を設置している。都道府県によって違いがあるが、近畿地方の場合は、基本的に表示板を信号機の上に設置している。信号機を交換。 新設で設置したときは、基本的に、信号陶器の上に設置される、対向側の陶器の自差式表示の位置も同じである。通常の自差式信号機の場合、右折車線側から対向車線の信号が分からないため、対向車線の信号が赤になったと勘違いして、右折車両が発進し、対向車線の直進車両と衝突する事故が多い。また、自差分離式の場合は、右折が、 自差作動までできないため、渋滞が発生する恐れがあることから、あまり使用されていない。そのため、以下のような改善策を取った、交差点もある、自社式信号機、ありがとうございます。